これもね、情報として全然出てないんですけども、どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、M1 Max 搭載の MacBook Pro 14インチ。こちら実際に2週間使ってみて、良かったところ、悪かったところっていうの見えてきたので、そちら紹介していきたいと思います。で、こちらスペックカスタムしてるんですけども、実際に M1 Max にしてメモリ 32GB にして良かったのかっていうのもね、紹介していきたいと思います。やっていきましょう。今回こんな感じで紹介していきます。まずは購入したスペック紹介。で、なんでそのスペックにしたかの理由と、あと使ってみて分かったいいところ、悪いところ。そして用途別の買うべきスペック紹介。で、最後に結論っていう感じでやっていきます。まずは今回買ったスペック紹介からいきましょう。今回買ったモデルに関しては、買いモデルからカスタムしました。で、チップに関しては10コア CPU で32コア GPU の M1 Max。こちらに関しては一番上のグレードになってます。で、選んだ理由に関しては最強の CPU と GPU を搭載して作業効率アップ、動画編集とかも全くもたつかずに作業してすぐに動画を上げられるように、まあ、動画を量産できるように最高のスペックを搭載したっていう感じですね。で、メモリに関してはもともと 16GB なんですけども 32GB にカスタムしました。カスタム理由に関しては今までね 16GB とかで編集してたんですけども 500MB とか 2GB とかちょっとだけねスワップしちゃうことがあったので、だったらね 32GB にカスタムしようということで今回 32GB メモリにカスタムしました。で、 SSD は 512GB でそのままにしてます。理由に関しては 512GB あれば十分な気がした。まあ僕は今までね MacBook Air の2頃 256GB 使ってて、それでもねギリギリ足りてたり、あとちょっと足りないっていう感じだったので、まあ 512GB でね、全然十分かなということで 512GB にしました。で、最後ね、US キーボード。US キーボードにしてる理由に関しては、以前こちら動画出したんですけれども、動画編集のカットの時のCキーの位置が好み。あとかっこいい。動画編集ね、片手でカットとか、ズームイン、ズームアウトとか、全部やってるんですけれども、その再生一時停止がスペースキー、親指で叩いて、C をね、カットに割り当ててるんですけれども、それをやるときにね、ディスキーボードだと、なんか手がね、こうなっちゃうんですよね。C を人差し指、スペースを親指。で、押す感じでちょっとね、試してもらえばわかると思います。そんな感じで US キーボードを選んでます。で、買いモデルからのカスタム理由はこれですね。そうしたら良かったところを紹介していきます。良かったところに関してはこちら。はい、まず一つ目、動画編集が超快適。プレビューのコマ数も増えたし、倍速再生の耐性も高い。これはね、もうスクラブした時のコマ数の多さっていうのが全然違いましたね。なので、M1 Max かなり良かったです。ただ全くカクつかないわけではない。これに関しては 4K60p の動画編集、まあ、前回の動画ね、多分 Apple Watch シリーズ7の1ヶ月使用レビュー上がってると思うんですけども、それをね編集してた時とか、ちょっとねカクつくことがやっぱりあります、まあ、ファイナルカットのソフトのせいかもしれないけど、まあ、めちゃめちゃスペックはいいけど、テロップとか何個も動画素材何個も重ねていくとちょっと重くなることはありました。はい、そしてね、これいいところにちょっと入っちゃってるんですけども、ファイナルカットでの編集に関しては、プロもマックスも全くと言っていいほど変わらなかった。これ M1 プロと M1 マックスです。これに関してはね、こちらの動画で検証してるんで、よかったら見てみてください。ここちょっと残念ポイント。で、プレミアだとちょっとマックスの方が快適だったかなっていうレベルです。はい。で、4K 書き出しの速さは M1 Max は爆速。まあ、この動画ね、見てもらえればわかると思うんですけども、M1 Pro と M1 Max、約倍の差がありました。で、これに関しては、やっぱりね、エンコードエンジンが、M1 Pro は1つで、M1 Max は2つ搭載してるので、まあ、単純に倍になったんじゃないかなと思います。で、続いてこちら、スピーカーの音質がめちゃいい。これはね、めちゃめちゃいいです。音を扱う作業がかなり楽しくなる。もうね、本当に音質がいいので、今まで MacBook Air を使ってたとか、MacBook Pro 13インチを使ってたとか、そういった方はね、音質に感動すると思います。まあ、ただね、以前のインテル16インチほどいいっていうわけではないですね。インテル16インチと比べると、まあ、7、8割の音質かなっていう感じです。まあ、ただめっちゃいい。で、今までね、正面から音出ないと気持ち悪いって思ってたんですけども、それを差し置いても音質がめちゃめちゃいいので、メインで使ってるウルトラワイドモニターの横に置いてある14インチから最近音流して動画編集とかしてたりします。あとはね、ウルトラワイドモニターをモニターの位置を上げて、MacBook を置いて編集するみたいな。
使い方も最近してますね。まあちょっとこの辺に関してはどうするか迷い中です。 M1 のスペック足りてる人でも音楽流しながら作業したりする人とか、家でスピーカーとしてね、音楽流す人に関しては今回のね MacBook Pro 14インチかなりいい選択肢かと思います。続いて 32GB メモリ詰めるのも丸。 32GB メモリあるとマルチタスクしても全くスワップしないので安心感がある。そう、スワップしたことはね、パラレルズデスクトップっていう Windows をね、まあ仮想環境で立ち上げるやつがあるんですけども、それをやってる時にスワップちょっとしたかなっていう感じです。まあ、ただね、最近モントレーのバグかわかんないですけども、なんか一つのアプリがこう30ギガとか使っちゃうバグがあるので、まあ、そのせいでスワップしたんじゃないかなと思います。うん、なので32ギガあればもう 4K60 の編集とか書き出しも全然スワップしなかったし、全然余裕ですね。なので 4K 編集する人に関しては32ギガメモリおすすめします。 8K ぐらいにならないと多分64ギガ必要ないかなっていう感じです。でプレミアに関しては特にメモリ食うので32ギガ以上がおすすめです。まあ、プレミアの人はね、もしかしたら64ギガでもいいかなって感じ。はい、続いて SD カードスロット。僕カメラとパソコンをつないでパソコンで録画してるんですけども、たまにこうやってパソコンを紹介するときとか、あとはちょっとねこのデスクと離れて撮影するときっていうのはカメラ単体でやるので、そういったときにね SD カード直でさせるのはかなり嬉しいなと思いました。ハブを持ち歩かなくて済むし、あと UHS-II っていうね速い SD カードにも対応してるので転送めちゃめちゃ速かったです。ちなみにスロットはカチッタイプじゃなくてヌメッタイプ、こうね入れてカチッってなるタイプじゃなくてサクッ刺してそのままサクッて抜けるタイプです。はい、続いてサンダーボルト端子が3つに増えた。これがね個人的に一番嬉しかったポイント。僕普段サンダーボルトのキャプチャーボードを2本挿して、でウルトラワイドモニターにもつないでるんですけども、今まで2カメするときは MacBook Air にキャプチャーボード2枚挿してウルトラワイドは一回抜いて撮影みたいな感じになってたので、それがなくなったのがね今回一番嬉しかったです。まあただ使い方に関しては結構特殊かなと思います。で重さに関してはそこまで気にならなかったですね。 MacBook Air が 1.3 キロで MacBook Pro 14インチが 1.4 キロで 300g 上がったんですけども、こうやってね手で持つとずっしり感あるんですけども、背負っちゃえば、まあ、そこまで気にならないかなっていった感じです。まあギリ許容範囲内って感じっていうのが良かったところ。はい、続いて悪かったところに関してはこちら3つですね。まずバッテリーの持ちが悪い。これね M1 を使ってて M1 Pro のね MacBook Pro を買った人はこれ結構思うと思います。まあ、公式ね MacBook Air が確か17時間で、こっちのね Pro 14インチが11時間になってるので、まあ3分の2ぐらいで公式も書いてあるんですけれども、まあそのぐらいバッテリーの持ちっていうのはまあちょっと悪くなってるかなっていう感じがしました。特にね、M1 Max だと消費電力多い感じがあります。M1 Mac から乗り換えるとバッテリーの減りの速さに驚く。で特に M1 Max の減りはインテル並みに速いかも。これね、動画の書き出しの時、まあまたね、さっきの動画で見てほしいんですけども、めちゃめちゃバッテリー減ります。続いて2つ目、まあ、M1 Pro と比べてファンがすぐうなる。まあこれもね、さっきの動画比較でやってるんですけども、動画編集してみた感じ。M1 Pro だと結構静かに動画編集っていうのできるんですけども、 M1 Max に関しては編集してる時でもファンなり始めるし、書き出しの時に関しては M1 Max 結構大きな音でファン回るので、消音性を重視したいっていう場合は M1 Pro の方がいいかなと思います。詳細に関しては今後動画出します。まあこれに関しては出しました、この動画です。続いてノッチにアプリが隠れる。これはね開封レビューの時にね紹介したんですけども、この問題ね全然治ってないですね。今後 OS のアプリで治るかもしれないんですけども、今のところは治ってないです。なのでこのノッチにアプリが隠れる前に、まあ、バーテンダー4とか、まあ、今後ねアプリ紹介でやっていきたいと思うんですけども、そういったアプリでアプリ自体をこう収納しちゃうっていう、そういう使い方がいいのかなと思います。まあ、今後ね使ってみて、また動画出したいと思います。まあ悪かったところに関しては本当にこの3つだけかな。あとはねすごい満足して、使ってます。そしたら買うべきスペック紹介っていうのを紹介していきます。まあ用途別ですね。今回こんな感じで5個紹介していきます。まずレポートとかブラウジング、軽い作業をやる方っていうのは2021年モデルの14インチの必要はあんまりないです。 M1 Air の 8GB で十分。まあ実際に今この動画撮ってるのも M1 Air の 8GB でやってます。スピーカーや画質にこだわりたいなら吊るしの14インチで OK。 この吊るしがね23万ぐらいかななんですけども、プロモーションの 120Hz のヌルヌルディスプレイ、そして、高音質なスピーカー、まあ、これだけでもね全然価値はあるかなと思います。まあ、ただね、値段に関しては高いので、まあ、お財布と相談っていう感じかな。
まあ、無駄にはならないかなと思います。はい、続いて動画編集 1080p4K を頻繁にやるっていうやつを作ってみました。まず 1080p の人に関しては8コアの M1 Pro 16GB がおすすめ。一番下のモデルです。これに関してはね、ちょっとこの後紹介したいと思います。1080p だと M1 Max の性能を最大限に引き出せない。まあ、これね、実際に検証してみた通り、4K だとね、2倍ぐらい動画の書き出しとか性能が変わるんですけれども、1080p だとね、本当に 10% ぐらいしか変わらないので、まあ、M1 Max 選ぶ意味っていうのはほぼほぼないんじゃないかなと思います。で、編集の性能に関しても検証したんですけども、ほぼほぼね、変わらないですね。で、なんでその編集の性能が変わらないのかっていうのをね、いろいろ考えたりした結果がこちら。これが M1 Pro、こっちが M1 Max です。この違いですね。最初の考えだとね、この16コア GPU と32コア GPU で単純にね、2倍編集とかもね、快適になるんじゃないかと思ったんですけど、全然そうではなくて、結局のところね、このメディアエンジン、これがね、めちゃめちゃ大事なんだなって感じました。まずね、このメディアエンジンに関しては、ハードウェアアクセラレーテッド H264 HEVC プロレズプロレズと、まあ、YouTuber とかがね、普段使ってる動画っていうのは、大体ね、この H264 もしくは HEVC。になってます。なので、このね、メディアエンジンを使って、この動画の再生だったり、この編集の、なんて言うんだろう、支援。再生支援をしてくれるっていうのが、このメディアエンジンです。で、このメディアエンジンっていうのは、この M1 Pro と M1 Max、両方とも全く同じものがついてます。なので、編集性能に関しては、ほぼほぼ変わらないんじゃないかといった感じの結論になりました。今日の朝。はい、でそしてビデオデコードエンジンとエンコードエンジンっていうのがあるんですけども、ビデオエンコードエンジンっていうのは M1 Max は2つになってます。で、このエンコードっていうのはまあ書き出しですね。で、書き出し性能に関してはさっき言った通り 1080p だと 10% ぐらいで、 4K だと約2倍ぐらい差が出てきます。で、 1080p だとね、なんで 10% しか差が出ないのかって言ったら、この1個のねビデオエンコードエンジンで性能を持て余しちゃってるっていう感じなんだと思います。なので、2つでもほぼほぼ変わんないと。で、4K だと、この1つのね、ビデオエンコードエンジンだと、全然ね、性能が足りなくて、こう、速度低下が起きてる。で、それに対して、M1 Max はビデオエンコードエンジンが2つついてるので、もうね、普通に2倍の速度が出ると。いった感じになってるんじゃないかなと、思ってます。うん。多分そうだと思います。で、その下、2つのプロレスエンコードデコードエンジン。プロレスに関してはね、エンコードエンジンも2つついてるんですけども、プロレスで編集する人っていうのは、まあ、YouTuber とかだとほぼいないし、iPhone とかで撮ったやつはプロレスじゃないので、まあ、プロレスはね、かなり容量でかかったりして、普通は使わないので、まあ、この辺も恩恵ないといった感じで、まあね、4K をやらないんであれば、まあ、M1 Max はいらないかと。で、そしてね、これもね、情報として全然出てないんですけども、多分ね、この M1 Max 32コアと1個下の24コア。で、そして M1 Pro の16コアと1個下の14コアの GPU。これね、書き出し速度多分同じだと思います。いろいろ検証してみた結果、この GPU の壊す関係あるのは、このメディアエンジンを使わない時ですね。だから例えば 3DCG とか、あとなんだろう。まあ、そんぐらいしか思い浮かばないけど、こういった動画のエンコードとかじゃなくて、なんか 3D のモデリングとか、そういった時はね、この GPU コアの差が結構出てくるんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけども、多分ね、8割方合ってるんじゃないかなと思います。詳しい方いたらぜひコメントで教えてください。といった補足があって、まあ 1080p だと M1 Max はいらないよと。で、SSD に関しては好みの容量。まあ 1TB が無難なんですけども、まあ、クラウドを使ったり、外付けを使ったり、そういった方はね、512GB でもいいと思います。僕もね、512GB で、まあ、全然足りてますね。まあ、外付けもちなみに使ってないです。まあ、データの管理が上手い人は 512GB でも OK。そしたら次ね、4K の動画編集をたまにやるよっていう方。その人に関しては M1 Pro と M1 Max。これは予算に応じてね、決めてみてください。で、メモリに関してはね、32GB がおすすめです。やっぱりね、4K、今日も編集したんですけども、20GB とかね、メモリ使っちゃうので、4K やる人だと 32GB がいいかなと思います。でも、本当にたまにしかやんないよっていう人は 16GB でも、まあっていう感じですね。で、編集に関しては M1 Pro も M1 Max もあまり変わらないので、エンコード時間待てるかで決めて OK。これはさっき説明した通り、M1 Max だとエンコードが2倍ぐらい
速くなります。ただ編集に関してはほとんど変わんないので、エンコードを重視するかで、プロかマックスか決めてください。で、プレミアプロに関しては、メモリね、かなり食うので、まあ、4K やるんだったら 32GB にした方がいいかなと思います。ファイナルカットだったら、まあ、16GB でもギリいけるかなっていう感じですね。で、続いて 4K の動画編集を頻繁にやるっていう方、その人に関しては M1MAX の 32GB がおすすめ。まあ、16GB じゃなくて絶対 32GB がいいです。で、プロとマックスでエンコード時間が全然違う。これはさっき言った通り2倍ぐらいになります。で、次 DTM をやるっていう方。DTM をやる方に関しては10コアの M1 Pro がおすすめ。なんでかっていうと、10コアの M1 Pro と10コアの M1 Max ね、CPU 性能っていうのは全く変わんないので、まあ、10コアのね、M1 Pro がいいかなと思います。14インチの上位モデルとか、あとは16インチの一番下のモデルとかがいいかな。で、GPU はあんまり関係ないので、これですね。これが言ったこと。メモリは人による、まあ、本当に作業によるかな。まあ、32GB ぐらいがいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、こんな感じですね。これ結構参考になるんじゃないかなと思います。特にさっきのエンジンの話。はい、続いて最後結論。結論に関しては、1080p の編集しかやらないし、M1 Max しなければよかったかなと思ってます。いや、これね、36万5800円で買ったんですけども、正直ね、僕の使い方であれば、メモリ 16GB でもまあギリ足りるし、M1 Max の必要は全然なかったし、まあ、8万2000円、プラス4万4000円、12万ぐらいちょっと損した感じがするなっていう感じで、返品して買い直しますということで、こちらね、返品の申請したので、まあ、Apple に送り返して、近々ね、Apple Store に行って、新しいモデル買いに行きたいと思います。で、どのモデル買おうかというと、買うスペックは一番安い吊るしのモデル、8コア CPU の14コア GPU で、SSD512GB で US キーボードにして買いたいと思ってます。で、本当はね、メモリ 32GB にしたいんですけど、それだとね、海外から取り寄せになるので、まあ我慢しようかなっていう感じ。で、スピーカー高音質の方がいいし、あまり持ち歩かないから16インチでもいいかなってちょっとね、頭の片隅にあるんですけども、まあでも16インチ買ったらね、持ち歩くときめちゃめちゃ重いので、後悔しそうなので、多分14インチ買うかなと思います。在庫がなかったらもしかしたら16インチ買っちゃうかも。まあそれに関してはね、今後動画で、また出したいと思います。で、来年にはね、M2 の MacBook Air が出るって言われてるんですけども、正直ね、それにさっき言ったメディアエンジンとかが乗るかわかんないですけども、それが乗ったら、プロじゃなくてエアーでもいいんじゃないかなと思います。なので、まあ14インチの吊るし。買って M2 MacBook Air まで待つみたいな感じで使おうかなと思います。まあ、M2 Air にそのエンジンが乗ってたら多分編集性能とかもほとんど一緒になるし、もしかしたらね、M2 の方がそのエンジンが強化されてそっちの方が早いなっていう現象もあったり、あとね、筐体自体も薄くて軽いので持ち歩きもいいし、最高の端末になるんじゃないかなということで、ちょっとね、M2 MacBook Air も期待してます。M1 Max の MacBook Pro 14インチ、実際2週間使ってみた感想でした。選び方とかに関してはね、やっぱり発売前に紹介したのと実際に使ってみた感想っていうのはね、全然違いましたね。なのでぜひね、この動画を見て選び方参考にしてみてください。他にもね、友達とかでどのモデル買おうかなって迷ってる方いましたら、この動画見せてあげてください。ということでね、新しいやつ明日買いに行く予定です。まあそのね、買いに行く Vlog とかも撮りたいと思ってますので、ぜひ見てください。もしかしたらサブチャンネルあげるかも。ということで、以上。バイ。